典型的なサンドイッチ化合物の例、フェロセンの空間充填モデル。サンドイッチ化合物とは、有機金属化学において、金属原子が二つのアレーンによってサンドイッチされた化合物のことである。サンドイッチ化合物という用語は、JD ダニッツ、l イオルゴール、RA リッチラが、X 線解説によって、フェロセンの構造決定を行った1950年代、半ばに、 有機金属化合物の命名法で提唱された。フェロセンの構造は数年前にロバート・バーンズ・ウッドワードによって提案されていた。特に興味深いのはフェロセンの立体配材性が鉄原子が2つの平行なシクロペンタジエニル管にサンドイッチされた構造であると説明されたことである。 結果として、X 線解説の有用性が示され、有機金属化学の成長が加速された。最も知られているのはメタロー線、すなわち、ビス金属錯体、M2 である。サンドイッチ化合物としては、FE と 2TI2 体のような機き排子を含むものも知られる。ピアノイス化合物。 メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニルの急房モデル蒸気の化合物の種類のどれかの間の片方が置換しただけでハーフサンドイッチ化合物という大きな一群ができる。最も有名な例はおそらくメチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル MN3 であろう。この科学種は時々ピアノイス化合物と紹介されピアノイスの炭化水素のシートに3つの2 原子肺石が孵化した構造をしている。ピアノイス化合物は、メタロ線化合物の平面有機肺石のうち一つが、痴漢したものも含む。この名称は、ベンゼン、または、シクロペンタジエンのような平面有機化合物が、シート、CO、または、アリルのような肺石を足とみなすと、椅子のような構造に類似していることによる。以下が、ロジウムピアノイスの例である。 シクロペンタジエニル鉄ジカルボニルダイマーとシクロペンタジエニルモリブデントリカルボニルダイマーのような化合物はハーフサンドイッチ化合物の特別なケースである。関連した化合物にルクレニニがある。下に表す化合物は4つのパラジウム原子が2つペリレンユニットのサンドイッチに結合している。体温はテトラリールフォーサンアニオンである。 J. ダニッツエルオルゴールエイリッチザ・クリスタル・ストラクチャー・オブ・フェロセン。アクタ・クリスタログリフィカ Q, 373号ドイ10.1107、S0365110X5600 10. 万1091、ミスラー、ゲイリー・エル・ドナルド・エータル。イン・オーガニック・ケミストリー、アッパー・サドル・リバー、ニュージャージー、ピアソン・エデュケーション。 インク、ピアソン・プレンティス・ホール、ISBN0 から13から035471から、六アーネシウス、イーブ・レネセル、WW ・クレーマー。CJ ・エリス、JE& フォン・ラグエッシュ・レイヤー。P ・ A ・カーボン、フリー・サンドウィッチ・コンプレックス、に TI に。サイエンス295、832、834、ドイ、10.1126、サイエンス。 106三7325パロリンテトラペラジウムサンドウィッチコンプレキシズテツロムラハシ村秀ヒ黒沢エムラジェア,アムケムソーク2325ピアニッシ四8436から8437ドイ 10.1021J0358246 ありがとうございます